だよ、ジェムだ。みなさん、こんばんは。 We are GM ジェムです。よろしくお願いします。はい、金曜日だよジェムナウ、略して金ジェム、はい、前回の放送でですね、ゆうきりんとの、3番勝負があって、はい、それに私が勝ったので、今週は伊藤さんが司会をするので、よろしくお願いします。お、メガネ入ってる。神々やけど、神々やけど、神々じゃないと。いや、この辺はもう慣れたもんですよ。今日真ん中だしね、ゆっくり。ねえねえ、ロコロコさんがあられちゃんってコメントしてる。久しぶりのハテメですよ。メガネしたちょっと賢く見えるかなと思って、今日はメガネしてみました。どうですか？サバー。なんでやねん。サバ、はい、なんでやねん。どうですか皆さん、金曜日ですけど、はい、あのやったーのコメントのさ、説明しないと思っちゃう。やばいやばい、もうすぐだよ。もうすぐでやったー、よろしくお願いします。コメントお願いします。雑い、雑い、雑すぎやろ。雑いよ、はい、この歌の終わりに、ぜひやったって皆さんコメントお願いします。いきますよ、もうすぐだよ。じゃーん、はい、ここやったー。うまい、虫、やばい、少ない。来た、いっぱい来たね。いつも遅い、センターらへんが遅い。いつも同じ、ワンテンポ遅いぞ。はい、皆さんやってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではここで改めて、自己紹介をしたいと思います。じゃあジェムの紹介を。ショートカットになったジリン、お願いします。はい、私たちは、ABEX 初のアイドル専門レーベル、アイドルストリートから、できた10人組のグループです。本格的なダンス&ボーカルを追求している10人になっています。皆さんぜひ覚えてください。お願いします。じゃあ早速サラランから自己紹介お願いします。はい、はい、はい、兵庫県出身の、なんか寒いから季節が、兵庫県出身の17歳平野サラです。私の譲れないものはですね、あの家の中の、なんかあの家の中じゃなくて、あの廊下あるじゃないですか、家の1個出た、なんか、まあ、マンションだったらマンションの廊下とか、下に行く時のなんかポスト見たりとか、そこの時の移動は絶対に学校の廊下じゃないとダメっていうこだわりがあります。めっちゃ楽なんですよ。こだわりやな。ボーイスカウトかえってバンダナ、あれだったよ。あれだよね、なんかあ、私サラちゃんや。サラちゃん、ゆうきりんの見習いです。見習い、なるほど。はい、お願いします。あの、ちなみに今日は自分の譲れない譲れないことを出して言っています。はい、続いてジュリン。はい、マジュはブラックダイモンドの大須川出身18歳熊代ジュリンです。私の譲れないこだわりは、家に帰ったらすぐ下の鍵から閉めて、上の鍵閉めて、この鍵も閉めるっていうのを誰よりも秒殺でやる自信があるんですけど、それが一番のこだわりです。大体の人絶対閉めるよ。違うね、ジュリーほんまに早いね。やってみて。シミュレーションしてくるやん。はい、鍵開けて早く。おかえり。せーの。パパ。もう臭いやん。え、じゃあね、ここやねん、ジュリー。そうな、そう。近いんや。めっちゃ鍵あるやん。そう。え、セキュリティ版の、すげえ。よろしくお願いします。はい、はい、マイジムエメラルドの大阪府出身18歳村上奈々です。私のこだわりは、もうここに来るまでずっと考えてたんですよ、なんだろうって。まあまあ、一つはですね、楽屋に入るときに絶対こうドアに近い方に座る。で、もう一つはこう 手をなんかブラブラするのが苦手やから、こう歩くときに絶対どっかを持つ。誰かがおったら誰かのを持つし、リュックやったらリュックを持つし、こう自分の服持ったり、なんか手をこう支えてないと、なんか重力に負けちゃって沈んでいっちゃう気がするから、手を支えるが、ラナのラナチンっていう人よりサバーっていう人の方が、ね、おかしい。おいいね、いいね、いじめやん。よくわからないいじめやん。よくわかんないよね。しかもサバチンやったら、開催が次回、バイバイ。はい。
マイズバーマジスト北海道出身リーダーの金沢ゆうきです。まず今のちょっと訂正するんですけど、まあ、ララチンこだわりで一番楽屋で一番ドアに近いとこ座るって言ってますけど、今日はまず違うし、今日はマネージャーさんの愛犬さんが座ってるし、違う違う、奥はいいね、なんか手も支えるとか言ってたけど、さっきの方がバンバンって言って違うね、だしやっぱり違うね、そういうところは正式な発表してもらいたいなと思いました、ということで金沢ゆうきちゃんの、こだわりを発表したいと思います。私はですね、細かいのは多分考えればいっぱいあると思うんですけど、絶対あの寝るときに真っ暗じゃないと寝れなくって、たまになんかたまにメンバーでホテルとかで部屋一緒になって明るくして寝る人がたまにいて、誰か忘れるけどたまにいて、でちょっとあの消したいなって思ってストレスを抱えながら寝ることがあります。だからその人がね、寝つけてから消すよ。あ、そういうこと、あ、違うと思った。でもなんかゆうきちゃんと一回同じような時があって、寝落ちしてて、めっちゃ起こしてくれてんねんけど起きやんくて、でなんかもう知らん間に自分電気消して、自分はもうお風呂入って超準備して寝てた。なんかもう真っ暗やった。そういえばもう本当に寝れない、暗くないと勝手に電気さる。ラナちゃんめっちゃ明るいイメージあるよね。ラナはただ寝落ちとかも寝落ち、寝落ち、ちょっともうやだ、怖い怖い。はい、じゃあ下見いきたいと思います。下見やるの、はい、前島アルパール手の上げ方遅い。21歳、伊藤さんです。普通だよ、やばいやばい。私の譲れないこだわりは、お風呂に入ったら、絶対に頭から洗います。多分それはいいね。よろしくお願いします。結構普通おりそうやな。いや、体から洗う人っているかもしれない。待って、じゃあちょっと聞いてみよう、確かに頭から洗う方。あ、絶対絶対も絶対みんな頭から洗う。頭から、ほらほらほら、ゆうきそうだ、ほら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 じゃない、ほらみんなはーいって、ほらはーいって、はーいっているね。そうそうやな、はい、多いな。あ、1000人いた。あ、体から洗う人もいるらしい。1人ぐらいいたわ。1000人いたよ。気を使ってくれたやな。ありがとう、ありがとう。本当だ、1000人いた。あ、ありがとうございます。今日3000人超えたら何かがあんねやろ。まあ、後で説明します。わかった。はい、ということでこの5人で終わりにします。ちなみに画面右上のハートマークを押すと次回の放送がすぐわかるので、ぜひハートマークを押してください。キラーン、ゆうきりのハートはゲットできません。そしてだんだんいらない。私たちの公式サイトが見れます。はい、お願いします。そして番組終了後にランキングを読み上げた時、1位だった方に、今週は、後で、チャレンジコーナーで使うものに、5人のサインを書いてプレゼントします。ぜひ皆さん1位目指してよろしくお願いします。はい、なんで笑いがかぶってくる。はい、そして本日放送中に視聴人数が3000人突破したら、あ、この私がなんとですね、あのスタッフさんに何でも私のことが好きなことができる券をもらったんですよ。なので私が一人で大好きなアンジュルムさんのある曲を歌いたいと思います。皆さんによろしくお願いします。拡散お願いします。皆さん、これで3000人来なかったらあれやな。そう、みんな聞きたいよね。よろしく聞きたい。自分で言われてる。最近数字落ちてるからな。難しい。出てるよ、ね、難しいよ。それは3000人でしょ、しばらく行ってないわね。皆さん、なので本当に拡散よろしくお願いします。お願いします。はい、画面下の鳥さんマークを押すとこの画面を拡散できますので、皆さんお願いします。お願いします。ワースト3000人いったよ。そうなの、最近やばいやばい。そうなの、最近行ってやばいな。知ってる、キンジェム2000ちょろちょろ頑張ろう。大丈夫、今日は超えるから。よろしくお願いします。はい、ということで、ここからは、最近あったことをお話ししていこうと思います。はい、最近何かありましたっけ。いっぱいありますよ。ありましたね。そうですよね。イベントがいっぱいありましたね。イベントいっぱいありましたけども、まあ、ありますか。
この間は私とチャンマンが、まあ、ショールームさんでお世話になりまして、うん、アットジャムさんの方でショールーム出させていただいたんですけど、まあ、無事にジェムも出演させていただきまして、はい、すごい楽しい思い出ができました。あの10人でもう本当にあのデビュー当時からアットジャムさんにお世話になっていて、うん、で今回このマーヤがね夏留学しに行くということで10人でのアットジャムさん一旦ラストだったんですよね。そうです、うん、だからちょっと気合も入りました、うん、とっても。しかもアイスト3連続やったから、そう、ね、なんかアイスそうやねそうやねアイスト3連続やったよね。そうあのさなんかさ最近さなんかそうワースターがデビューしてさ、なんかあのジェムにも妹ができたじゃん、うんうん、でもあのアットジャムさんで久々に一番下がセンボで、そう甘えんぼできたよね。甘えんぼした甘えんぼした、そうバナナをいっぱい食べた。でも毎回絶対アットジャムさんはあのチョコレート本人があるんです。そうなんだよね、食べてるから食べてるからだからチョコレート本人美味しかった、ね、あとあとは何かありました。スリーマンもありましたね、ジェム。そうスリーマンとリンクスさんね。キスビーさんはあれですよね、うん、あのベイビーラブミーをね、そうなのカバーしてくれ、そう一緒にコラボしたの、はい、コラボしていつも覚えてくれて、ね、そうもう見た人いますか、ね、キスビーは出てるカップル、おーそれ俺やろタカさん私、うん、見たかったっていう、見たかった見たかった、見てほしい、ゆうきも見たかった、あなたも出てるやん、あなたも見たかった、コメントしてくださった、そういうことね、行った、魂の時行ったよ、本当だ、ありがとう、行ったよ、は行ったよ、はってなんだろう、行ったよ、は、ジュリンみたいなポーズしてる人いる、はなんかさ、久しぶりの対バンっていうか、あのスリーマンの、初めて、スリーマンは、うん、なんかあんまりないからね、あんまないからすごいレアな感じがするね。でさ、なんか去年はさリンクさん主催のところに出させてもらって、うん、で今年キースビーさんが主催のところに出してもらって、うん、いつかジェムもそういうの主催したいなって、うん、したい、ね、したい、それめっちゃ思うね、ね、変わってるから、あとなんかライブでもなんか言ってたけど、うん、あの福岡でスリーマンしたいねって話をさ、ね、ライブ途中でみんなで言ってたから、ね、叶えたいなって思う、行きたい、リンクさんがって言ってくださったから、ね、行きたい、参加したい、ありがとう、ね、ぜひ、ね、リンクのさくらちゃんが可愛かった、可愛かった、ね、この間さフォロー来てもうどこの天使かと思っちゃっためっちゃ可愛いよね、びっくりした、みんな仲良くなるか分かるかと、えでも結構みんなで仲良くなる、あれだよね、ツイッターもなんか一緒に、あそうなんかリンクの、うん、リンクさんのそのララちゃんっていう同じ名前の人がいるんですよ、そうで同姓同名、同姓同名、同名か、同名同じ名前の同士動画撮ったんです、やっと可愛い方のラナちゃんに会えてねえ、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 全然違うって、ねえ、同じラナでもこんなに違う、ねえ、神様も意地悪だって、おかしいなおかしいな今ね、あと私なんかありましたっけ、はい、マーヤのソロイベントに行きました、行ったよね、行ったよ、いや超楽しかった、やっぱさグループのメンバーの子が一旦ジェムを離れるわけですよ、うん、でそんなマーヤがねやりたいって言ってファンの方とねあの意見統合して、うん、あの事務所の方にマーヤが言いに行って、 それでようやく叶ったマーヤの初ソロイベント、そうなんですよ、そうです、楽しかった楽しかったね、超楽しかったすごい、そうすごい楽しそう、え何が一番印象的、楽しそう、すごい信じられたじゃあ心は言ってまして私も、うん、ね、うん、あのなんかソロで、うん、なんかいろんな歌歌ったりとか、うん、なんかあのすごいマーヤワールドですごいなんか良かったっていう、そういうのを聞きました、たぶんそれからが怖いけど、え、ごめんなさい、ごめんなさい、どこ行ってたの、どこに、まず私はですね、うん、あのシャチホコの幕張にちょろっと行ってましたね、ちょっと、それでも夜だよね、シャチさんシャチさんは夜だったはずなんだ、お昼は、そうですね、ときめき宣伝部さんのあのフリーライブに行きました、でも結構ファンの人も行きました、素晴らしかった、うん、どっちに、どっちに、いや、前やろ、こんな流れは
まあそっちもそっちは良かったんだろうけど、良かったし写真見て可愛かったけど、この流れ的にはね、マーヤかな。でもなんかマーヤらしさ全開やったな。ねえ、どんなちゃん、どんな行ってない人のゆめちゃん、やっぱあれはね、行った人の良さだね、うん、やっぱだってあったね、うん、そう。でも一つだけ勤める以外に言うと、うん、なんかね、あの品川ワンマンでさ、うん、マヤがサイヤ人になりたいって言ったじゃん、うん、あれをどういう意図で言ったのかが聞けたの。そう、何それ、本当はサイヤ人になりたいって言いたくなかった。でもああいう言葉でああなってこうなって、そう気になる、気になる。ジュリンは一部いなかったけど二部いたわけだから、この話は全部教えとく後で。やだ、一部の人にしか分かんない。そう、一部二部言ってる。でも軽く言うか。でもなんか普通になんか良かった。ね、サビは地もったいないな、もったいないな、行けなかった人ももったいない、もったいない。でも言ったわよ、私金ジャムで前のそのイベントあるわよって言ったわよ。なんで言ったわよ。はい、じゃあいつかマーヤに教えてもらおうと思います。はい、お、ジムイベしたいねやって。確かにあります。あります、ね、そうなんですよ。そうなんです。6月11日土曜日ですね、新宿ブレンズでジム結成3周年の、記念する単独イベントジムプレミアムミクスチャー2016サードアニバーサリーを、開催します。はい、はい、これですね、イベントのチケットは各プレイガード一般発売してます。明日の10時からこのボタン明日から買えるのでね、チケット購入はこちらっていうところで買えますので、明日から買えるの。そう、こちらはね、裏テーマが絆10なんですよ。そうね、10人の絆をジェムンとジェミニーの皆さんで感じようぜっていうイベントなんですよ。そうなんですよ。これで10人のそのジェムが主催するライブは最後なんですよ。ガチのね、ガチの最後やから絶対来てほしい。来てください、お願いします。今日発見した、ありがとう。最高、素晴らしいな。最高、ありがとう。具体的に何やる、それをね、ちょっと後でね、チャレンジコーナーでね、ちょっとやりたいから、ちょっと待っててや、ちょっと待っててや、最後やっとですや、ちょっとだけ待っててよ。イライラするな。はい、ではここでランキングの中間発表したいと思います。今1位の方は誰さんですかね。ウィズポンさん、ウィズポンさん、おめでとう、ありがとう、はい、いつも金ジャムにいる。ということで皆さんのコメントギフトもありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、今読んだウィズポンさんは、ウィズポンじゃないかもしれないですね。1位だった方にはこの後のコーナーで使ったチャレンジコーナーのサインして、プレゼントしますので、楽しみにしててください。はい、はい、ということで今視聴者数は1618人、半分くらいですね。あれ大丈夫かな、ちなみに。やばいんじゃない、ちなみの力少ないな。大丈夫だから聞きたくないですか、皆さん。ぜひ、やばいよ、やばいよ、歌いたいよ。そうなんですよ、私そうなんですよ、ね、そうなんですよ、ね、言ってないし、何かですよ、私グッズ持ってきたんですよ。何のあ、でもこれ後で見せようと思うんですね。だから3000人超えたら見せようと思うので。いや、その前に見せとき。いや、だってさ、超えるかわかんないよ。なんで後悔したくない。いいんじゃねえ、だこれが3000人いない、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 10人で出た時ですら行かなかったら、びっくりしちゃった。ちょっと皆さんこれ見たいですよね。本当だ、森。じゃあちょっとだけ見せるね。はい、ということで3000人超えたらコメントぺったりしちゃう。ちょっと待って、頭頂部しか見えない。まだ見せない、まだ見せない、頭頂部しか見えない。じゃーん、はい、見せちゃいましたね。これ見せちゃったよ。これ見せてたらさ、誰ですか、すごい、これこれ私の推しの福田香音さんです。え、すごい、めっちゃさ水吸収しそうじゃん。そう、でもこれ一時期部屋に飾ってたんですよ。みんなよろしく、なのでお願いします。今日もトレンド入り目指してるんで、皆さんハッシュタグ金ジャムで無駄につぶやいてください。無駄につぶやいてください。つぶやいてね、ぜひトレンド入りよろしくお願いします。下見の方が可愛いよ。絶対こっちの方が可愛いよ。本当に知らないです、本当に知らないです、本当にないですよ。こっちの方が胸もあるし、カニオンさんですか。カニオンです、可愛いですね。はい、ということで、恒例のチャレンジコーナーに行きたいと思います。イエーイ。題してジェムプレミアムミクスチャー2016サードアニバーサリーで盛り上がるゲームはこれだ企
画プレゼンチャレンジ。あれなんだね、ちさるって基本手振りがおっさんなんだよ。おっさんじゃないか、おっさんじゃない。はい、先ほどもお知らせしました新宿ブレイズで6月11日に開催される単独イベントなんですけど、このイベントでゲームコーナーをする予定なんですけど、あら、ここで何をやったらいいのか、リーダーを中心に、6個まで企画を絞りました。はい、今からその5つの企画をそれぞれメンバーが1人ずつプレゼンするので、放送のご覧の皆さんは、そのプレゼンを聞いてどの企画がいいか、最後に投票を取って1位と2位になった企画を実際6月11日の、そのイベントで行いたいと思います。はい、はい、分かりましたか、はい、皆さん。はい、分かりました、はい、なので今からプレゼンしてもらいたいと思います。やばい、じゃあさ、はい、あれだよね、あの、あれだね、うん、何の時いや、違う、ごめん、画面を寂しくしないようにしてる。全然見えてなかった。あれよね、あの、この金ジャムを見てくださってる方が6月11日の内容を一部考えるって言ってくれる過言じゃないよね。すごいよね、すごい、初めて。だからもう決まったら、うん、ちょっと待ったら、ミスった。でもいらないな、10人最後の日でそれは見たくないかもな。でも嫌やわ。じゃあゆきりんからプレゼンしますか。はい、わかりました。みんなで、あの、全部、あの、私が発表したりいろいろ一人ずつプレゼンしていくんですけど、うん、みんなで10人で夜な夜な嘘ですね、明るい時間帯に考えたので、ぜひ、あの、皆さん一つ一つしっかり受け取ってください。はい、じゃあ行きたいと思います。お願いします。よし、じゃん。まずジェスチャーゲーム。あの、これはですね、あの、私たちジェム、あの、何回か SPC の、あの、イベントとかでも10人でジェスチャーゲームをやってきたので、その思い出の振り返りじゃないですけど、最後やりたいなと思ってるんですけど、なんか今まではあの、メンバーだけまたはメンバープラスでファンの方何人かこう選んで一緒にやってもらったんですけど、今回は、まあ、メンバー10人いるじゃないですか、10人いるんで2チームに分かれます。 A チーム、 B チームで、メンバーがこうジェスチャーチームを、ジェスチャーゲームをどんどんやっていって、最後に答える人が会場にいるお客さん全員なんです。で、せーの、なんとかって言ってもらった声がより揃ったチームが勝ちみたいな感じで、あの、みんな、皆さん参加型のジェスチャーゲームをやりたいなって思います。これがまず第1案目です。はい、じゃあ2つ目。はい、はい。めっちゃ高い。うるさいな、一中途半端のさ、中途半端のうるさいな、やめてくれる、超でかいし。はい、次いきます。はい、ジリン、タラちゃん、タラちゃん、え、タラちゃん、やって、今勝手に言っちゃった。いいね、年が、あの、上になって、あ、そうや。ごめん、いいね、電車バリアな。そうそう、あの、はい、私が、提案するのはですね、お、ジェムとジェムリーのハート一つに、まあ、これは題名なんですけど、まず、あの、10人いるじゃないですか。で、5人5人に分かれて A チーム、B チームに分かれるんですよ、うん、で、あの、よくあるゲームで、こう、ジェムにとって大事な曲は何でしょうみたいな出すじゃないですか。それで、みんなが We are Jam! We are Jam! We are Jam! みたいな感じでこう全員一致したら、その一致した分だけポイントが稼げるんですよ。みんなで同じ答えを出そうっていうね、やつなんですけど、それでそのファンの人も一緒にやろうっていうことで、そのまず A チームがそのジェムにとって大事な曲は何でしょうって言った時に、そのファンの人にも書いてもらうね、で、自分たちも書いてバッてやった時に、ファンの人も同じ答えを書いてる人、ファンの人のジェムが同じ答えを書いてる人が多かったやつをこう数えて、で、それがファンのポイントになるんですよ。で、分かってないっぽいよ。 A チームと B チームでそのポイントを稼ぎまくるんですね。まあ、ポイント稼ぎで動きが多すぎてスクショしてもくれる、多かった方が勝利なんですよ。分かったか。結果何が言いたい。結果、みんなで心一つに頑張ろうぜっていう企画。分かりません。キョトンです。チーン。よし、答え、まあ、結果あれだよね、みんな、あの、答えが一緒になればいいってことだよね。そうそうそう、それが多かった方勝ちってこと、うん、でも楽しそうだよね、それ。
やろう。はい、次。はい。はい。じゃあちょっと椅子返してもらっていいか。え、見える。椅子そこにある。いや、ないから。座ってみて。ないから。でもリーダーだってやってたやんか。そうだよ、座ったよ。あんな。じゃあ次、ジュリンちゃん。はい、お願いします。じゃあ、英会話伝言ゲーム。はい、これはあの伝言ゲームの英会話バージョンで、一人が、最初の人が英語で、例えばI love Jim って言ったら、それを英語でそのままその全部伝えていって、最後の人がその英語を聞いて和訳もちゃんと言うっていうゲームになっております。なるほど。英会話ゆうきりんはちょっと、そうなんだって。あのね、一人一人、最後の人が一番重要だと思うんですよ。ちゃんと似合うよって。最後の人はその英会話のその日本語訳もちゃんとわからないといけないので、やっぱりそこが重要人物なんじゃないかなと思いますよね。あ、確かに確かに。はい、どうですか、英会話伝言ゲーム。頭を使うゲームですね。だってさ、ただでさえ伝言ゲーム全部危うくない？危うい。でもゆうきりんのいるチームにはなりたくない。なんだよ。なん、そうやって言うけど、ここにいるみんなバカだから。誰なんじゃない、唯一できたの。本当、いやいや、やるのもできるよ。はい、みんなの学力がわかるゲームとなっております。おー、チーン、チーン。じゃあ次、さらちゃんお願いします。はい。日本語でも無理だわ、確かに。やっぱり、ね、あ、2000人超えた。はい、よっしゃー、私がプレゼンするのはプレゼンじゃないけど、私が言うのはターン、振り付け講座。おお、やっぱラちゃんっぽい。やっぱジムといえばあのダンスじゃないですか。結構ダンスを結構踊るんですけど、うん、なんかそれのなんかライブでも最近やったら、うん、フライなんて曲とかも結構踊ったり、でも手上げたりするんですよ。でもやっぱそういうところをファンの方と一緒にいいっていうスタンプであげれる、なんかできたらいいなって思います。皆さんはちなみに何の曲がちょっと踊りたいなとか気になるなってありますか？フライナー、白熊さんが。ライナーね。ライナー。みんな結構いいねって。Do you believe とかも、なんか本当はさ、もっと手これだけじゃない。サラちゃん踊りたいって。これだけじゃないじゃん。もっと違うのがあるから、それをみんなでやったらもっと会場も一体になる、一体感生まれるかなって思いました。サラちゃん、サラちゃん。No girls, no fun. Baby love me. Baby love me. あ、Baby love me. いいね。なんか盛り上がり系のフライダーのダンスパートよかった。一番最初のオーバーチャー、みんなそれやったら面白いよ。一人一人最初ジリンじゃないですか、うん、ジュリーの時もジリンが踊るダンスをちょっと覚えて最後一緒にやるとか。やりやりやり、これやるからみんなで。ありありあり。え、でもありありありってやる。確かに。ちょっと踊ってみてやって。サラちゃんもいるけど、でもサラは毎回変えてるもんね。確かに。でもサラはね、こう始まるから、みんなサラが始まった瞬間にフンってしてる。隣の人めっちゃ怖い。いきなりドン。ファンの人も隣の人に当たらないように、でもとりあえず楽しみましょうっていう感じです。あ、いいね。はい、いいね。今気づいたんだけどさ、星以外にもいいっていうさ、やつ投げれるんだね。びっくり。すごいね、人気応変で。もっと投げて、じゃあ行きたいと思います。もっとちょうだい。絶対ラブマジックだって。懐かしい、懐かしい。はい、ではプレゼンしたいと思います。私はぶっちゃけトークコーナー。やべえ、ねえねえねえ、見えてないよ。見えてないよ。もっと気合い入れて、もっと気合い入れて書いて、ちゃんと。はい、これはですね、あのもう10人でトークする時はもう多分これが運命が近いよ。イベントが多分最後だと思うんですよね。すごい、壁と紙の上の文字が一体化。なのでなので、もうここで一層3年間のその秘密にしてきたこととか、なんだろう、今でしか言えない、なんかこの時実はこうでしたみたいなことを、もうみんなでもうあのぶっちゃけて話しちゃおうっていうコーナーです。でもしかしたらまだ決めてないんですけど、もしかしたらファンの方にもマイク近いらしいで、そういうちょっとうるさい、うるさいと思うので、皆さんぶっちゃけコーナーどうですか？それでもいい。はい、こんな感じです。はい、ぶっちゃけコーナー。そう、ぶっちゃけコーナー。なんか違うコーナーですね。内容がもう聞こえんかった。ぶっちゃけ
昭和の匂いがするって嘘メガネかけてくるんやったらもっと賢そうに喋ってやる確かにジジジもうみんな気にするそれでも内容全くやありがとう、よし最後いきたいと思います。はい、最後はこちらジェムを知っちゃって、あーあー、誰だ誰だ。これなんですけど、あのジェム、あのジェムキャンドゥイットという番組を持っていまして、でこちらもあのそうですね、コーナーがあるんですけども、まあ、今までは金沢ゆきを知っちゃってをやってきたんですけど、楽しかった。まあ、金沢ゆきを知っちゃってだと金沢ゆきにまつわる問題をたくさん出題して、でその他のメンバーが答えるみたいなクイズ大会だったんですけど、今回ジェムを知っちゃってっていうコーナーを作って、言っちゃっていいのかな、まあ、イントロクイズだったり歌詞当てクイズだったり、あとジェムメンバーについてのクイズだったり、ジェムのライブについてのクイズだったり、オールジャンルのジェムを もっと知ってもらおうというか、知ってるかなっていうね、あのクイズをね皆さんに出して、あの最後らしくあの振り返っていきたいなって思います。ジェムを知っちゃって終わった終わった終わったよ。はい、いやもうね、みんなね、本当にね、左下のね人がなんかめず、なんかね、めっちゃチロチロしてね、サラちゃんの私服めっちゃ好き、関係ないじゃん。え、サラの私服今日下ってローファーあるけど大丈夫。え、でもね、いい、ジェムを知っちゃっていいね。ジェムの私服めっちゃ面白いよね。なんか今までに前やってるけど、ほんまに面白くて面白い。なんか、勇気だけかな、前山やってるの、うん、あ、まだね、やってないんだよ、やってないやってないんだよ、やってないんだよ、やってないんだよ、夢でしょ、これからしたいなっていう、そうしたいよ、したいよ。でもなんか、メンバーでも面白いから、メンバーやのに面白いから、うん、なんかファンの人とも一緒にやるのも面白いなって思う、これね、ということで、うん、はい、1番がゆうきりんのジェスチャージェンダーね。はい、2番が私の、はい、ジェブとジミリーのハートを1つに。はい、3番が英会話伝言ゲーム。はい、4番が振り付けコーナー。5番がぶっちゃけトークコーナー。で6番がジェスチャーゲーム。よっしゃ、ジェブ行っちゃったじゃない、はい、逆や逆だ、逆や、こっちだ、ごめんなさい。録画自分を知っちゃって。はい、それでは皆さん、どのトーク、チャレンジ、トークコーナー、あ、イベントコーナーを、6月11日にや、11日にやってほしいか、投票スタート。いや、これがね、このイベント、これでもやるんだよね。そうだよ。みんな、一つになろうぜ。でも、あの、ハートを一つ、どれも全員で考えたから、ね、どれも楽しそう、うん、楽しそう、それわかる、全部したい、むしろねえ、足りないよね、ふざけるよ時間が、それもう一回したいもん、あの6月11日をもう一回、あのな、ね、結構割れてるね、ボール、みんないいね、いいね、すごい、本当だ、ボールがカラフルに、いつも結構偏るね、なかなかない、こんなボールがカラフルなの、へ、ね、えー、何がいいかな、あの結構みんな、割れてますね。じゃあ、5秒前ですか、はい、はい、切りたいと思います。5、4、3、2、1、ということで、4番と5番、1位が4番の振付講座、2番が5番、おぶっちゃけトークコーナーをになりました。おイエイイエイ、やったー。ということで6月11日にはこの振り付け講座とぶっちゃけトークコーナーをやりたいと思います。はい、皆さん投票してくださいね。投票したからには絶対来なあかん。そうだよ、来てください。本当だよね、来てくれないと。ちなみに一番最後は1番 4% やって、誰がやった、誰がやった、絶対やった、絶対ゲームや、これって誰がさ、誰があれやった、あ、まあやったからな、結構、確かに、何回かやったから、確かにね、呪文しちゃってしたかったね、したかった、これ多分、やってみないと面白さわかんないよね。でも確かに、ぶっちゃけのとことか入れてたいけどね、なんかじゃあさ、この中にさ、入れちゃう、いい感じにね、どうも、つけていい、みんな、いい、いいやろ、いいで、問題としてぶっちゃけな問題で、いいやろ、確かに、いいやろ、いいって言ってやん、合わしちゃおう、いいんちゃう、いいで、やったー、寝てくださった方がいた。
優しい、ね、じゃあ4周年4周年確かにね、はい、ということでじゃあ6月11日楽しみに絶対来てください。はい、待ってます。はい、ということであれもうすぐあと10何分かで終わっちゃうんですけど、今の視聴者数は2000ちょっと本当に2264人。みんなそこまで聞きたくなかったみたいな。聞きたくないのかな。なんで？でもあと10分もないからね。うん、みんなあと9分で番組終わっちゃう。あの今来た人もいるかもしれない。だって対象についてないもん。3000人超えたら私がアンジュルムさんの曲を一曲歌います。そうだよ。今だってカヤオさんどこにいるか知ってる？なのでどこにいるの？どこにいるんだべね。3000人突破しないと出てこないからね。これどこたくさんしてくれた方ありがとうございます。なのでこの告知の間にぜひ皆さんよろしくお願いしますね。だって鳥さんマークついてないもん、ちょっともっと言わなきゃ。みんなそうだよ。みんなあんまりですね、あんまり他のアイドルさんの曲あんまり歌えないんですよ。なのでここでしか多分聞けないと思うんですよね。ほら今日取り付いてない人多いって。おお。それではじゃあその間に告知をしたいと思います。はい、今週の5月29日日曜日に、FM 富士ガールズガールズガールズスプリングパレードがあります。こちらは実はジェム10人一旦本当にラストの対バンとなっています。はい、なのでぜひ皆さん来てください。待ってます。対バンの握手会あるのでぜひ握手と握手とライブしましょう。はい、かわいい。はい、釣られた。行く。はい、続いてじゃじゃん。6月11日結成3周年記念イベントを10人ラストのイベントです。を新宿ブレイズ 2.2部。一応本当にラストだもんな。それでラスト。本当にラスト。2部構成でします。1部は1時から、そして2部が6時からです。はい、こちら3周年迎えた当日なので皆さんぜひお越しください。本当にラストです。はい、ラストです。明日からチケットもあるので。そうです。明日は近所もないけど、このショールームのアプリを開いてこのチケット購入はこちらをクリックする。クリック、お願いします。お願いします。はい、告知はもう終わったんですけど。終わったんですけど本当ならばね、ここで1曲と1曲そのために早く終わったのにな。そう、まだね、まあ、ちょっと今ね1人増えた1人増えた今2379人。ちょっとあれかな、高かったかな壁が。だから言ったじゃない、最近金曲ちょっとピンチだって。いやいやいや、みんなで活性化しないと。おー、ラッシャーからタワー来たよ。ありがとう。待ってくれてる人もいるよ。本当にみんなで頑張ろうよ。ありがとうございます。みんないっぱい鳥さんマークつけてよ、キンジェムってつぶやいてよ。お願いします。そうですね、皆さんが多分知って絶対知ってる曲なんですよ。おー、そうそう、多分出しといた方がいいんじゃない。本当に、ね、今日どこ行ったの？どっか行っちゃったの？みんなのね、間にどこ行くの？明日に負けてるよ。うるさいね、みんな。ああ、それはもうマジでナイーブ。分かってるやん。分かってるやん。どこだろうな。3000人行かなかったので、本当はダメなんですが、投票で歌ってほしいか、90% 超えたら、いいよやって。優しい。なるほどね。90%? 結構やな。金ジェムなかなか行かないで。確かに。90ってことある？金ジェムなかなか行かない。80はあるで。1番歌ってほしいな。2番が歌わない。わー、歌わない。聞きたくない。やばい。2番は聞きたくない。やばい。やばい。これは 100% じゃないとおかしくない。1番聞きたくない。もし裏でじゃあやって。サニーがもう自分からハードル上げて 100% じゃないとおかしいって言うから、もう1が 100% やったら歌おう。聞くよ。よろしく。いきます。どうぞ。投票スタート。はい、はい、はい、スタート。100% なるか。1番が聞きたい、2番が聞きたくない。でも1番しかないよ。 100% やで、うん、2番ないな。すごい。ちょっと遊び心。ああ、はいはい、これはどうかな。どうなるかな。あ、来た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 。これはネタじゃないから、ネタじゃないから。だってさて、ヤミちゃん泣いちゃう。泣く。ヤミちゃん泣いちゃう。
番組終わりました。聞いてください。はい、思った。何でも86ってちょっと惜しいから 4% の気持ちで後ろ向きで歌った方が、顔隠してる。どういうことなんそれ。どういうこと。サビの顔見たくないっていう人かもしれない。確かに。え、見に入れた人ちょっと覚えて、ね、今まで禁じも我慢しすぎる。本当にとっておきの曲用意したんで、歌ってもらっていいですか。マジか。とっておきの曲。私が用意するんじゃない。なんだなんだ。おっと、読めるんじゃないの。え、ねえ、カネオさんは大丈夫。マイクが出た。カネオさん、いる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 。カネオ出せないよ。いる。温めよう。やだやだ、大事。超温かい。大事これ。わかったわかった。ライブは熱ないと。ちょっと待ってよ。わー、選曲が渋いな。いや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 、選曲が渋いよ。アンジュ、アンジュルムさんの曲歌いたいんです。マジよ、ちさみ。え、マジでマジでマジで。だって本気でやっぱ行かないです。はいはい。夜行列車を降りた時から青森駅は知らないんだよな私。いいよ、歌っちゃったよ。鍛え鍛える人の胸は誰も無口で雷だけを。はい、私も一人でで連絡船に乗り、セリフだ、乗ったんだ。そして、はい、凍えそうなカモメ見つけ泣いていました。津軽海峡冬景色。MC でしょ、ほら。やばい、楽しい。はい、じゃあ今日のランキングを発表したいと思います。なんでマイク持ったまま。13位の方からお名前を呼びたいと思います。この、パソコンのラグなどでランキングが変動しても、今から私たちがお呼びした方が、該当なのでご了承ください。はい、今からお名前をお呼びした1位の方にチャレンジコーナー、さっき書いた紙ですね。はい、5人のサインを入れてお送りしたいと思います。じゃあ10歳の方からどうぞ。どうぞじゃないから勝手に出る方式じゃないからはい、虹色の犬さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ワン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 。12位の方は誰だ。12位の言葉って聞かれたトイレ茶、トイレ茶さん。おお、ありがとうございます。トイレ、そしてトイレ。11位の方はあわあわあわさん。あわさん、いつもリプありがとう。ありがとう。見てるよ見てるよ。そして10位の方はお、大地さん、ありがとうございます。そして9位はおれさん、ありがとうございます。おれさん、ありがとうございます。そして8位は、ドリオさん、ドリオです。ドリオ、ドリオです。7位はキットさん、ありがとうございます。キット、キット、キット。はい、そして6位は元井さん。はい、元井、元井元井でーす。ありがとうございます。はい、そして5位、みずぽんさん。あ、あ、イギータさん、ごめんなさい。イギータさん、ありがとうございます。そして4位はジョートさん、ありがとうございます。ジョートさん。そして3位はみずぽんさん、ありがとうございます。みずぽんさん、ポン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 。そして2位はバーバーシャンさん、ありがとうございます。バーバーシャンさん、ありがとうございます。そして1位はおおサミだ。イエスさんならぬヤッサン。イエスさんならぬヤッサン。はい、ありがとうございます。ヤッサン、向かいた。はい、イエスさんならぬヤッサン。お、楽しい。ね、また今の人がこういう気持ちなんだ。ヤスさんならぬヤスさんはこのままログインした状態でホーム画面の問い合わせのページから当選したことをお知らせください。今日から30日以内に運営へのお知らせがないと無効になってしまうので、お早めに連絡をお願いします。そして運営からの返信があるまで今の名前を変えないでください。よろしくお願いします。お願いします。ということで、名前をお呼びできなかった皆さんも、あのコメントやギフト本当にたくさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さん今日の放送はどうでしたか。そういうのいいから、面白いの。
よって。すごいよ。あ、スクショタイムやってやって。やりながら終わろう。あと400分いいね。じゃあ次回アンジュルムさんの曲を歌える企画をぜひよろしくお願いします。拒否します。はい、はい、じゃあスクショタイムですか。終わってバイバイでスクショタイムしながら終わる。 OK。 それでは、皆さん見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。以上 We are GM ジェムでした。